ここに1234566つの図形がありますこの図形んて言うんやったっけ3つの直線からできている3つの点がある三角形やね三角形と言いましたこれが4つになると四角形で言ったんやねこの動画からはまた この三角形について勉強をしていきたいなと思うんですそれじゃあまずそれねここに6つの三角形があるって言ったんやけど1つだけみんなが知ってるちょっと変わった三角形がいますこれはやったで覚えてるこれやねこの三角形はちょっと変わった三角形です何でかというと ここにまっすぐまっすぐでできた角があるから点があるからこれのことを直角って言いました覚えているかななのでこの三角形もそのまんま直角三角形といったよね直角が入っているので直角三角形と言いましたねそういう 特別な三角形もあったんですこれが四角形になると直角が入っていたら長方形になったしさらに全部の辺が等しいと正方形になったんやね。覚えているかなそしてこの動画ではこの直角三角形に続いてまた新しく2つ三角形の種類を紹介したいと思います。こいつらです この2つです。まずこっちの三角形を見てみてどうですか綺麗やね普通三角形って適当に描いたらさなんかこんなんなったりするやんこんなんなったりするやん。とかまあこんなんなったりするやん。適当な形で描くと思うんやけどこの三角形ってもう本当にここで折り紙みたいにして折ったりしたらピタッと右と左。 重なりそうやね。それは何でかって言うと実はこの三角形のここの辺とここの辺なちょっとなぞろっかここの辺とこっちの辺この2つの辺の長さが等しくなってるんです等しいマークえ、こういう三角形のことをちょっと難しいです 二等辺三角形と言いますすごい長い名前やね。二等辺三角形と言います。ちょっと読み方を振っとこう。二、これで等と読みます。辺三角形です。けど、これの名前、そのまんまこの三角形の意味になっているので覚えやすいと思います。二つの辺が これ訓読みすると、等しいと読みます。等しいってことは、ここでは長さが一緒ってこと。なので、長さが等しい。2つの辺の長さが等しい三角形。そのまんま二等辺三角形になってるんです。ここと、ここが等しいんやね。それじゃあ今度、こっちらの三角形はどう,でしょうかななんかこれも、 こことここ等しくなりそうやねさらにここも長さ等しいんやね実はこの右の三角形は3つの辺全てが等しい三角形になってますこの三角形は何と言うかというとんか3つ等しいから三等辺三角形とか言いたくなるけどそうは言いません正三角形と 言います。こうです。正は正しいという字を書きます。それだけピシッと正しくなっているってことでね。正三角形です。正三角形は3つのすべての辺が等しい三角形です、こういう三角形のことを言います。これが新しい2種類の三角形ね。もちろんほとんどの三角形がさっき書いた適当みたいな。 三角形何の決まりもない三角形になってるんやけどそういう三角形の中には二等辺三角形や正三角形そして直角三角形のようなちょっと特別な三角形もあるんです。このそれぞれの三角形の意味二等辺三角形は2つの辺が等しい三角形正三角形は3つの辺が等しい三角形。 これをしっかり覚えておくようにしてください。